It's me, Mario. はい、どうもエンタのゲームインザボックス。今回はスーパーマリオ64のオープニングでちょっとお話ししていきたいなと思います。はい、まあ、なぜこの画面から始まっているのかというところからね、ちょっとずつ話していきますけれども、なぜこの画面から始まっているかというところなんです何回同じこと言うね。ちょっとね、リクエストがあったんですよ。スーパーマリオ64をやってくださいっつっていうリクエストがありまして、あ、じゃあそれもいただいたリクエストなんで、せっかくなんでやらせていただこうということで、スーパーマリオ64こちらをね、起動したということです。はい、ということで、今回から更新していきます。スーパーマリオ64実況、せっかくねスーパーマリオ64やるんだったら120枚取ろうと、スターをねいろいろ順番が逆だった、スターを120枚取ります。はい、今回目標スター120枚獲得ということで、120枚取るまで、このシリーズ続けていきます。まあ、一応僕はもうクリアしているし、何回もやってきたソフトなんで、まあただ何年かぶりですよ、本当に何十年かぶりになるかもしれないぐらいのもんなんですけれども、まあ久しぶりなんですけれども、120枚、当時の記憶のままやってないんで、まあ忘れてるところもあるかもしれない。120枚なんとかね、その自力で120枚探し出そうということでやっていこうと思います。はい、で今やってる他の実況があるんで、ちょっとね、自分のやりたい実況もあるし、今やってる実況もあるんで、まあその関係もありましてね、ちょっとまあ隔週更新じゃないな、そのだから定期更新っていうのはちょっと厳しいかなと。まあ定期じゃないなん、お前なんだだってちゃうそういう話じゃない。今やってる実況とこれからやっていくやりたい実況と、まあ兼ね合いがあるとあるので、随時更新っていうのはちょっと厳しいと思うんですよね。うん、他のストーリー実況をやってるような感じで、何日かに一遍みたいな、2日に一遍とか1日に一遍みたいな、そういう感じの動画の出し方はちょっと厳しいと思うので、週1更新ならできるんじゃないかなということで、まあ、スケジュールに挟み込んでですね、週1更新、毎週土曜日に、更新していこうかなと思います。はい、ずっとマリオさんのお花をね、ホールドしてます、がっちりとがっちりとホールド中ですよ。もうマリオさん1個も動かないですからね、こっからね、うん、花をがっちりと掴んでますから今。それはちょっと今どうでもいいんですけれども、週1マリオ更新、そして、スター120枚取るまで毎週やっていきますので、よろしければね見ていただければと思います。1本あたりの動画30分になる、30分前後で、計算してやっていきたいと思いますので、よくご覧ください。まあこれで終わるのもあれなんでね、今回第1回はもう収録してるんですよ。うん。もう先に収録しました。はい。まあ、これで終わるのもあれなんで、ちょっとスーパーマリオ64の話をね、していこうかなと思います。僕が最初にこれを見たのはですね、発売したての頃ですね。1996年6月23日やったかな。にスーパーマリオ64が発売されまして、それと同時に任天堂64が発売されました。でこの頃に、僕は持ってなかったんだけども、兄貴の友達の家に行った時に、なんか知らないけど僕も行ったんだよね、なんかその人のお母さんとうちのお母さんがお友達みたいな感じで、なんかこうみんなで行ったっていう、遊びに行ったっていう時に、Nintendo 64を初めて見ましてね、ああこれあれテレビと CM で見てたやつやんっていうのを思って、
で、そのゲームしているところを見させてもらうと、任天堂64でマリオをやってるわけですよ、マリオ64ね。いや、なんだこれはと。なんだこのコントローラーはって。このコントローラーのスティックのそのグリグリ感何なんだって思って、ちょっと触らせてくださいよっつって言って触らせてもらって、なんだこのグリグリ感、そしてなんだこの3つある、持ち手が3つある感じ、なんだこれっつって衝撃を受けましてね。まあそれから数ヶ月後くらいかなに、うちに任天堂64がやってきて、そしてスーパーマリオ64もやってきて、まあ遊び尽くしましたよね。ひたすら遊びましたよ。このヒゲさん、もうこの顔もいじり倒しましたよね。この顔もね、この顔とこのヒゲ、この耳とね、で R ボタン押しながらでこうホールドできんだよね。これでもういじくり倒しましたよ。なんだこのスティックの楽しさはと、このちょっとだけ動かせばちょっとだけ動く感じ、なんだこれはというね、思いを持って当時はやっておりました。まあ今ではもうこのスティックというものがね当たり前になっちゃいますけれども、いや本当に革新的でしたよ、このコントローラーね、ある意味。で、そうです、 3D アクションゲームとして、まあ、このゲームはその全方向型っていうんですか、いわゆる今までの 2D というか、まあ平面横スクロールですね、横スクロールゲームとして、まあ完成されていたその形を大きく変えたものじゃないですかね。まあ今まで奥行きを感じるその格闘ゲームとかはその頃まではあったんだけども、実際にこう 3D スティックというものが導入されて、そこの中で空間の中をこうカメラを動かしながら歩いていく、走っていく、アクションしていくっていう、そういうゲームはこれが初めてなのかな。まあ、そういうところが評価された作品ですね。まあ、僕で言うとそのスーパーファミコン、ファミコンからスーパーファミコンへの進化の時にまずびっくりして、そしてスーパーファミコンが出てスーパーマリオワールドをやって、なんだこれはまた違う綺麗さがあるじゃないか、なんだこれはってなって、で今度はあれですね、スーパードンキーコングが発売されて、何この海の中泳ぐゴリラと猿はっつって思ってびっくりして、なんなんこれってなんなんこれ、もうこの頃まで来るとちょっと切れてたよね。ちょっと切れてた、なんなんこれはっつって怒ってたよねそしてスーパードンキーコング2、3と出た時に3でまたあの水の表現が出てきたんですよ。とんでもなく綺麗なね、あの湖畔の綺麗なその湖の姿が映るわけですよ。なんなんこの水の表現、なんなんっつって怒り出したんですけど、またこのスーパーマリオ64、ニンテンドー64が出た時にこの画質を見て、なんなんマジでって。マリオもうなんなんて。まあ怒ったね。怒ったわ。で、また、スーパーマリオ64の後に、ウェーブレス64っていうのが出るんですよね。で、これは水上バイクをテーマにしたゲームなんですけれども、これもまた水の表現で起こりましたよ、僕は。なんなんこの水はって。まあまあ、そこからいろいろ端折っていくと、そのゲームキューブが出て、ゲームキューブでウェーブレス、ブルーストームかなんか出たんですね。それもあれですよ、水上バイクのゲームなんですけど、それもまたその水の表現で、なんなんつって怒ってましたけどね。もっと端折っていって、そのあれですね。最近のゲームでまた、なんなんつって、その画質の良さにびっくりしてですね。もう肌の質感を見て、なんなんつって言って、っていう毎日を過ごしておりますけれどもね。時代の進化っていうのはすごいものですね。そういうことで。いや、もうこの話がなんなんなん。むしろね。むしろこの話がなんなん。まあそんな感じで、もうね、
時代の酸いも甘いも良くも悪くも、時の流れを感じさせるこの作品をね、リクエストいただいたんでやっていこうかなということになります。はい、ということなんで、これから週1回更新、毎週土曜日です。はい、お楽しみにしていただければなと思います。で、他になんかリクエストあれば、コメント欄にご一報ください。まあ、全部ができるわけじゃないですけれども、まあ、もしこのスーパーマリオ64がね終わったとしたら、なんか次なるソフトリクエストいただければ、もしかしたらそれをやるかもしれない、そんなことがあるかもしれないんでね。いや、あると思いますよ、うん、いや、お前なんなんこの話なんなんほんまいや、ということで、リクエストワーク毎週土曜日更新やってきます。スーパーマリオ64、はい、ということで同時に、この動画と同時に、第1回目の動画を出しておきますんで、そちらの方を見ていただければなと思います。ということで、説明動画でした。スーパーマリオ64の説明動画、ご視聴ありがとうございました。シャープ1ではいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。エンタでございます。いや、お前なんなん？